はい、3070回始めます、7月16日火曜日になったところですかね、あのうん、サッカーのね南米選手権、アルゼンチン2連覇っていうことでね、メッシー、またタイトル増やしたね、あのずっとタイトル恵まれなかった男なんだけど、ねあのサッカー人生の、うん、キャリアの後半、晩年になって、ようやくねワールドカップのタイトルは取れたし、こうやって、ね、南米選手権のタイトルも連覇ですからね、2回取ったしっていうことで。 メッシね、名実ともに、ね、歴史に残るサッカー選手になったね、これね。はい、あと、まあ、ヨーロッパの,あのユーロ2024っていうのかなユーロの方はスペインが、うん、優勝っていうことでイングランド下してたね、イングランドは勝負弱いね、相変わらず勝負弱い、<laughs> 本当に、はい。あとトランプ大統領がね、狙撃されたりっていうことで世の中ね、あのー、ちょっとびっくりしたね、トランプ大統領の件は。 本当にね、本当になんか神様のいたずらのような感じで耳、貫通したとか言ってね、あるんだね、ああいうこと。本当にトランプ大統領ね、うん、あの良かったようなあの命、無事で、うん、本当に危なかったです、本当に。はいということで、そんな感じで、まあ、私の方はね、そういえば、今日ね、16日火曜日でしょ、今日の朝8時半ぐらいにね、水道水道屋さんが来て、 うちねあの台所のシンクから水漏れするようになっちゃってね、ほんと、ここ5日ぐらい、あの台所使えなかったのよ、水、うん。ほんと不便ね、あそこ使えないと。もうとてつもなく不便でした。だけど、日ねあね、朝、今から8時間後ぐらいに、あの業者さん来て、治るのか治んないのか、治んなかったらつらいね、治していただかないと、うん。台所のシンク使えないっていうのは、ほんと不便よ。 はいまあ、うちも古いからね、まあ、どこもかしこもこうやって故障してくるんだけど。と、はい、いうことで「三千飛び七十回」今回韓国の話大韓民国はコーヒー共和国ということで、ね、10万点を超える、えー、コーヒー屋さんコーヒーショップがあるみたいですね大根あの韓国、うん、10万点を超えコンビニの2倍もあるということでハンギョレの方からですね。うん 韓国のコーヒー専門店が10万点を超えたことが分かったと、うんえー、比較的、ね、小規模な資本で、えー、創業が可能で特別な技術を必要としないため参入障壁が低いからだということですということで、あのー、韓国といえばね、うん、あ大手財閥大手財閥に入れなかったり入れないと。 ままああ結構ねね大変だとということですよ、うんまあね、かもう過酷な日本の数倍過酷だよねあの受験戦争であのー、ソウル大学とかねあの名門の3つぐらいのまああの有名校ねしに入らないとまあ財閥には入れないと、うん、いうことでまず受験戦争が大変だと受験戦争を勝ち抜いて財閥に入ってもまあ大体ねまあ人によるんだろうけど 4 5 0代ぐらいから肩たたきが始まって、まあ、あの定年というかね、うん、会社にいられなくなるみたいな感じで、まあ、韓国ねあのどうだろう、うん、そのやっぱり今までチキン屋さんあのチキン屋さんが多かったよねそうやって肩たたきにあってねあの無職になった人とか、うん、またはあの、まあ、受験戦争に敗れね 大手企業に入るまあ韓国の場合ね大手の、ね、重大は財閥ぐらいに入れなかったりあとはまあ公務員国家公務員地方公務員とかになれなかった人っていうのはまあ食べていくの大変だから本当にうに、ん、まあねコンビニ始めたり自営業が多いんだよね韓国っていうのはねチキン屋さん始めてみたりコンビニのオーナーコンビニ始めてみたり。 あと今回のこのコーヒー専門店みたいなの始めてみたいってことで自営業がとにかく多い国ですよあそこは。だから本当にねあの結局ずっと一生働き続けなきゃならないっていうことでそれで会社に属しても中小企業だと全然給料もね本当にあの最低時給なんてあ,ってあってないようなものだからっていうことでまあ自分でねあのビジネス始める人が多いんだけど大体ビジネスって言ったらまあ今回載ってるこのコーヒー屋さんコーヒー専門店とかね あとはチキン屋さんだねチキン屋さんうん韓国チキン屋さんが多いねうんあとコンビニ、うん、始める人もいるけども大体うんあとはまあまあまあちっちゃなうん個人経営みたいなのでちっちゃなねいろんなあのー、商売始める人多いみたいだけどコーヒー専門店が10万店っていうのはちょっと多すぎるねで韓国コンビニも多いんだけどもコンビニも5万1,551店ということで 日本より多いいんじゃないかなかコンビニの数、ね、日本より人口半分以下なのに、ね、コンビニの数は日本より多いしさらにこのコーヒー専門店に至っては10万点を超えたって言ったんだからいや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 だからどんだけちっちゃな規模のコーヒー屋が乱立してるかって話だよね。うんはい、でこの韓国のコーヒー屋さん、ね、もう10万点超えたんだけども。 従業員の規模で言ったら一人から4人以内の店舗が8万4000店だっていうことでもうほとんど8割5分ぐらいの店は小規模形態まあ個人経営、うん、ほんと一人で回してるとか2人でね夫婦で回してるとかそんなんですよ。っていうことですねこれでまあ、あのー、新規参入、まあ、参入衝撃っていうのはほとんどないからうん消費少資本で始めることができるからね新規のカフェなんていうのはねうん。 商資本でできることあの始めることができるからあの開業率も高いんだけども廃業も増えてるってことだねそんで、うんあのまあ、競争ももちろん、うん、激しくてまあ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 ,、うん、あのいわゆる店を始めて何年持つかっていうことね、うん、3年生,生,生存率このコーヒーショップ、うん、は51.9%。 いうことで5年生存率は34.9%ということでねまあ、あのーまあ、3年ぐらいで半分の、うん、そのコーヒーショップは潰れていくとで5年経つと65%のコーヒーショップは潰れていくということで、まあ、それでもみんな果敢にチャレンジするっていうかチャレンジしなきゃならないっていうことなんですよね。うん、要はそんなことでもコーヒーショップでもやってみないとやっていかないと。あのー 生活がでできないいっていうことですよ、ねうん、だから韓国の場合はあの本当に経済なんていうのかなあの経済構造っていうのかな、うん、日本よりもいびつなんだよね韓国の GDP とか一、まあ、人当たりの G GDP で言ったら日本超えたとか超えてないとか言われてるぐらいそれぐらいねもう先進国水準にはなってるんだけども本当に格差が著しいと。うん ほとんど韓国の GDP なんていうのは、まあ、大手のサムソンとかね、LG とか、うん、SK とかそういった財閥がほとんど稼ぎ出しててそれも輸出にかなり依存する形だよね、あそこの経済は。うん、で、国民、実際の国民の生活っていうのは、うんあのー、本当に借金してでもこうやってコーヒーやとかチキンやとか始めないと食っていけないみたいな感じになっててあと、この借金ね、個人の借金がすさまじい額になってるのね、韓国の場合ね。うん だから本当の,あの、うん、自己破産も増えてるしであと、うん、日本より、ね、厳しいですよ生きていくのは韓国っていうのはどう見ても、ね、あの公的年金制度とか、ね、あと健康保険制度とかそういった社会保障っていうのも全然遅れてるしだからこれから、ね、韓国も急速に高齢化社会、うん、少子高齢化なんて言ったら日本の比じゃないからあそこ、うん、この速度っていうのは。うん 少子高齢化社会に向けての速度っていうのは日本よりも早いペースでこれからあの突き進んでいくんでね韓国今でさえもうヘル,ヘルコリアとかねうんヘル朝鮮とかねあの言われてるんだけどもうん5年後10年後20年後っていったら韓国は本当に厳しいことになると思うよ生きていく中でうん人間が生きるような状況じゃ環境じゃなくなっていくと思う韓国っていうのは、は。い ということでね、ね韓国のコーヒー専門店が10万店を突破しましたっていうことでね、これはいいニュースなんだか悪いニュースなんだか、私はね、あんまりいいニュースには思えないね、これね。本当に借金して、まあ、小規模だけど、借金して開業する人がほとんどだと思うよ、これ。うん、でその借金も返せないまま、3年、5年の間にほとんど、うん、7割方撤退していくっていうのが実情なんでね。 これは韓国ねあのー、あんまりいいような話だとは思わないけどねはいというお話しましたねはい三千七十回終わりたいと思います帰るうるさいなチャンネル登録高評価お願いします失礼します。